しっかり初戦から私たちらしいハンドボールができるように頑張りたいと思います。チャットからのご質問をお願いいたします。質問の冒頭には選手団会見登録 ID 番号、ご所属、お名前の3点を記入し、続けて質問を聞いて、ここまで5年間いい準備ができたと思っております。ここ1年半に関しては新型コロナウイルスの影響で準備は今までと違うものになってしまいましたが、日本のために誇りを持って全力で戦います。私たちは今日入村していよいよだなっていう気持ちと、こうワクワクした気持ちで今はいます。ハンドボール日本女子は45年ぶりのオリンピックに出場になるんですけど、ここまで多分たくさんの先輩方がこうアジア予選で悔しい思いをしてオリンピック出場が叶わなかったと思うので、そういう先輩方の気持ちも私たちはしっかりこう思いを背中に乗せて、しっかり初戦から私たちらしいハンドボールができるように頑張りたいと思います。まあ、無観客になってしまったことは選手としてすごく残念な気持ちなんですけど、まあ、画面越しで本当にたくさんの方がこう応援してくださっていると思うので、私たちはコートの中で躍動した姿を画面越しにはなるんですけど、こうたくさんの方にこう伝えられるように、こう一戦一戦全力で戦いたいと思います。